気ままな隊長の実況部屋。どうも隊長でございます。ドンキーコングリターンズやっていきたいと思います。6-7崖下の沈没戦、レッツゴー。さて、予想外の6-7と8が出てきたんだけれども、いっか、どうせまたなんかめちゃくちゃやつだろ。あー、なんかツタプレイはまたカニさんだよ。ほら、もうカニ一番嫌いなんだけど、なんでこんなところにカニさん出てきちゃったかな。あ、ワンナップワンナップワンナップ、よしよしよし。で、これはバナーナカラーの、これはバナーナコイン、なんもないんかい。よいしょ、危ない、よいしょ。この上は何もない。はい、ドン。オッケー。よいしょ。オッケーでーす。オッケー、ダウン。あれ、オッケー、ダウン。いいね。ん、ここどこちょっと待ってくださいちょっと待ってください。一旦戻りますけど、戻れねー。よいしょ、戻ってきたぞ。戻ってきたけど、なんだここ、すっげえところに、なん、いや、おかしいだろ、そのバランス感覚。そのバランス感覚はどうかと思うぞ、俺は。このまま落ちないの、これ。落ちないなんだそれ、やばいだろそれは。え、これどうやって上に行くの、これ。とりあえず、はい、え、これどうやって上行くの、これ。あー、わかった、多分こうこうこうだ、ダジャス、こういうことだろう。よし、ダスダス、よし、オッケー。びっくりした、またイカさんだよ。あ、いた。もうね、そのイカさんとカニさんのアタック、あー、やっちゃった。イカさんとカニさんアタックはもういいんだよ。海のステージとっくに終わってるんだよ、やめてくれよ。この辺、よし、ここ、よいしょ。で、ここで、ここだろ。ちょっと待ってくれよ、よし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 。で、これでここだ、オーケー。よいしょ、待って、ワンナップ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 、取れないまあいっか。あ、やった、ハート。よいしょ、ちょっとお前邪魔じゃね。よいしょ、よくお前らそれでバランス取れて、お前らというかこの岩バランス取れてるよねよしよしよし、オッケー。これは関係なし。え、あの上どうやって行くんだ。あ、なるほど、よいしょ。で、これで傾けといてっていう話明らかにバナナがあったんでね。よし、オッケー、センキュー。で、で、そこのパズルピースが欲しいんですけれども。よいしょ、OK、取った。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。さて、行こう。よいしょ。で、お前が邪魔なんじゃ。お、なんかいっぱい出てくるよ。なんかいっぱいいっぱい出てくるよ。あ、ありがとう、美味しいね。まだ出てくる？さすがにもう出ない。それに乗るの、ね。早く、オッケー。はい、バン。はい、バン。オッケー。中間ポイント。センキュー。はあ、中間くぐると本当に一安心。で、あの上のやつどうやって取るんだ
あれは今度どうやってと、ああ、わかった。ここだ。こうやって、よし、いった。バナナコイン何回？そこはピースであれ。よいしょ。ね、ちょっと。なんでまた空中戦をやりたがるかな、そうやって。よいしょ。ここ。今取れたかな。よいしょ。これでここでこういった戻りのここでしょ。 OK、 つった。よし。でそこで分断されちゃう。よいしょ。ハートはいらない。で、あぶらす。で、あれに乗るのね。よいしょ。 G、強制的に G。 なんだよそれ。ちょっと待ってよ。急げ。よし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 。なんかいろいろ取り逃したような気もするけど、 OK。 ふぅ、なかなか骨が折れる。目指せてっぺんということはどういうことですか。それはどういうことかな。これまためんどくさそうなステージですけれども、ちょっとこれどっちを先にやればいい？よいしょ。とりあえずフーフーするけれども、待って、バナナもある。おわ。なよっしゃー、オッケー、いいね。ちょっと待ってくれ。俺さっきのあのドーンっていうのやってこなかったんだけど、あれはいいの？あれはやんなくていいの？すげえ気になるんだけど、どういうこと？あれは、まあてっぺん目指すんだったらてっぺん目指せなかったです、ごめんなさーい。じゃあちょっとやってみようか。ほい。何？あ、パズルピース。なんだ、セリフパズルピースだったんだ。俺をそれスルーしたんだね。なんてこった。さてこっからだ。よいしょ。こっからだって。左側なんかありそうなんだな。特に何もねえのか。あった。よし、来た。パズルピース、センキュー。さあネクスト。なんだ今のバナナは。なんだね今のバナナは。落ちるの？よいしょ。レッツゴー。ちょっと待って。なんだあの王。なんだよその王。よいしょ。オッケー。急げ。よいしょ。で、あ、なんかここにある。センキュー。簡単なのだよ。オッケー。いいね。さてこっからこれに乗ってドン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 とジャンプして、危ない。 N、 いやー、ダメージ食らってる。よいしょ。んーで、これにの、ん、気のせいか。これに乗りの、ほい、ジャンプ。じゃあ、中間ポイント。うわ、また落ちる床。よいしょ。1アップ。ブー、残念だね。よっしょ。よしよしよし。ちょっと待ってください。よし、いった。ここらへん。オッケー。よし、危ない。次にあれだ。よし、あー、間違った。ここ、よし、危ない。よし、乗ってジャンプ、 G。 よし、乗って、よし、危ない。よし、取った、入れ。
ここら辺でこれそうだろう、やったここだね全然ここじゃねえじゃねえか何がここだねえだよ恥ずかしいわ。あ、全部揃った、よし。さてやっとボス戦だ、長かった。とりあえずデイリー出しているんだけど、どうもドンキーコングです。バナーナ、え、こいつ最初のボスちゃうのドンキー怒った、ドンキー怒る。うわー、めんどくさそう、めんどくさそう。まあ、攻撃パターンは最初のやつと同じだと思うんだけど、あ、その反動でさ、あの前に行くんだ。あら、なんだよそれなんだよそれ、そっち行くの、律儀にわざわざ行くんだねさあ来い、カモン、よっこいつの記憶か、あの一番最初のボスでなんか上から落ちた時の反動衝撃があるみたいな、そんな話のやつはこいつの記憶だったのか。なるほどね、こいつも多分9回だろうな。やべ、なんだそれいいよ来いよ、やってやるよ。何それ、火炎放射なんて聞いてないOK ハートセンキュー、火炎放射なんて聞いてないぜ、よいしょ、ハートセンキュー。火炎放射吐くか吐かないか、どっち、ドロップリチに行くんだね、やっぱりそこは正々堂々なんだね。あ、危ない、 OK さあ来いで、ここ OK、 あと3回、オーケー、レッド、レッドになるね。おー、ラストブラッター、さあ来いよ。何が来る、火炎放射、うお、え、反射分裂弾まさかの反射分裂弾だった件について、やば、デイリーごめんやっちった、いって火炎放射、普通の火炎放射かい、やばいよいしょ、ハート、ハート取れなかったです。よし、やっとラストいったもう結構やられてる反射分裂弾、うん、あで来るんだよ、あ遅い、やばい、いやここがむずい、で火炎放射で次に突進で倒れてくる、やばい、ハートが向こうだ危ない、ちょっと待って、あっち行って、あっち行って、ちょっとハート、ハート、ハートが、よし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 、ほい危ねえで反射分裂弾を放ってくるんだよ、これどうやって避ける、避けた避けた、いいよ来いよ、よいしょ、あば
こか。いやえ、あーびっくりしたやるのかと思ったじゃないですか。はあ、いいよ、やってやろうじゃねえかよ。よくもバナナを盗んだなってね。22ヒット固定なんだけど、最高なのかな。22がそんなことないよね、多分。わかんないけど。いやはや、やっとクリアいたしました。ファクトリエル、あーあったな、そんなの。確かこっからね、先がね、煙で見えねえはずなんだ、確か確か鉢もね、煙で見えなかったような気もする。あー、こっからまためんどくせえな。はい、ということで、無事ね、クリフエリアクリアいたしました。いやー、長かった長かったな、特に長かったな。こっちもまた長いんだろうな、もっと長くなるだろうな、きっと。はい、ということで、ね、この調子でありますが、ね、ぜひこの後も、温かく見守っていただければ幸いでございます。次回からこちらのファクトリーエリアやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。そんな感じで、最後にね、僕のチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録お願いします。そして、ツイッターもやっておりますし、あと他の動画とかもたくさんありますので、そちらもぜひ、ご視聴ください。概要欄のリンクにね、ツイッターのリンク貼ってありますので、そちらからぜひフォローなどもよろしくお願いいたします。そんな感じで、終わりたいと思います。また次回よかったらお会いいたしましょう。今回は失礼いたします。それでは、バイバイ。